はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さんこんばんは。サッカーをとことん愛する男 DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとね、マリノス。まあ、長い連戦も終わりまして、ここから長いオフに入りますので、マリサポの皆様は非常に暇な日々を過ごすんじゃないでしょうか。札幌戦ってホームですか？札幌日産ですね。日産まで待ちきれなくて入荷する戦に行く人たちが多くなるんです。入荷するとね、ちょっと、なんでマリノス入荷するなんだっていうような組み合わせではありますが、マリサポの皆さん、オフにマリノスロスがすごすぎて入荷する戦いっちゃうんじゃないですか？あれなんですか、もう3日も、目を盗んで、これ何やってんの？あ、たけし？ねえ、何それ？たけしが、目を盗んで、入荷する手に行ったとき、お母さん。お尻丸出しにされてお尻ペンペンされるやつね。さっき。それ、カツオや。いいててねえさんじゃないの。あざした。あざしたじゃないね。もうお前、マリノスの話題ないから、あざしたじゃない。マリノスの話題ないから、もうこれで終わりです、じゃないのよ。さあ、どうしよう、ここから。どうしよう、あと10、さあ、どうしようか、あと18分ぐらい。僕らは、ここ最近好調なので、コンスタントに動画を上げるだけと。動画を上げるだけ、マリノスの試合は上げますが、動画は上げ続けます。皆さん、ついてこれるかな？クイズの答え合わせですか？そうですね。まずは、ジャンクルード選手のクイズの答え合わせからできればと思うんですけれども、皆さん、コメントでもたくさんのですね、コメントいただきまして、まあ、体強いんじゃないかとか、まあ、足速いんじゃないかとか、まあ、足元の技術あってほしいという願望を持っている方とか、いろんな方がいらっしゃいましたし、あとツイッターでもね、集計取りまして、61票集まりました。で、まあ、めちゃくちゃ足が速いっていうのが一番多くて、その次が、まあ、体がめちゃくちゃ強いかな。で、コメントでもね、投稿人だから絶対体強いでしょ、みたいなコメントいただいてましたけども、正解は、めちゃくちゃ足が速いでした。なんか、それはね、ちょろっとなんか、小耳に挟んだ話なの。そうですね。小耳に挟んだ話、DJ トムがね、アマジュンから小耳に挟んだ話なので、本当かどうかわからないですね。アマノジュン選手の肌感ですから、まあ、これはね、入荷する戦でジャンクルード選手出るので、そこ、まあ、しっかりと目の当たりにできるんじゃないかなと思いますし、これ僕足速いって聞いた、じゃないですか、アマジュンから。はい。そうなるともうボランチじゃなくても、もうサイドバックとか、センターバックとか、もうそういったところで使っても面白いんじゃないかなと思うんですけども、どうですか、DJ トム。まあ、今は21でしたっけ？20歳か21歳ですね。で、足速いって、東郷人っていうだけでも、今後多分技術的に上手くなっていったらね、こっから JD から羽ばたくんじゃないですか。もう、ポテンシャルはもうあるじゃないですか。そうですね。まあ、DJ トムのおっしゃる通り、やっぱ技術っていう部分は本当努力でいくらでもやれば伸ばしていける部分だと思いますが、これ足の速さっていうのは、本当努力でもちろん伸ばしていくことはできるんですけれども、やっぱり生まれ持ったところっていうのが大きいじゃないですか。そうですね。そこをもうすでに兼ね備えているっていうことは非常に将来有望ですよ。っていうか、かなり楽しみですよね。いや、もう本当に陸上部のやってるトレーニングとかでは何も意味ないですよ。何も意味なくはないだろ、お前。意味あるからやってんだよ、あれ。こういうあれやつ。な、ゆっくりハードル超えるやつな。意味あんだよ、あれ。ね、する。ロボットダンスすな、お前。アップしてるふりしてロボットダンスすな。陸上部の足速くするトレーニングしてる風してますね。トレーニングしてる風からのロボットダンスすな、お前。ロボットダンスすな、お前。ということでね、もう今、すでに話題が尽きております。ロボットダンスするしかありません、私たち。ということで、ただ、どうですか、ジャンクルード選手。だってね、チアゴ選手、だってめちゃくちゃ足速いセンターバックだって、ね、じゃないですか。はい。で、あれだけサイズがあって、足も速い。まあ、これだったらセンターバックで使っても非常に面白いんじゃないかなと思いますし、サイドバックでも面白いんじゃないかなと思うんですけども、どうですか？サイドバックでも面白いですし、なんか、もしもめちゃくちゃ足が速いんだったら、左に起点を置くような
チームの時にそっちにつけたいですよね。ああ、まあ本当に、あの、もちづけんりくんみたいな感じですよね。なんかあの、バルサのあの、アラーフォにビニシウスをつかせるみたいな。はいはいはい。なんか、ああいう系のなんか、ワンポイントでのなんかマークができんじゃないかな。ワンポイントでマークですしね。まあ、もちづけんりくんも右サイドバックで出て、あそこを基本的にターゲットとするじゃないですか。キッカーとしては。ゴールキックの。で、必ずあそこで、もちづけヘンリー君が競って勝ってくる、戦術っていうのは非常に大きいです。そうですね、すいません、髪がちょっと濡れてる。髪濡れてるふりして、お前、もちづけヘンリーだ。スローインすなよ。ホクテイル、ああ、じゃない。家でトリックブル。家でトリックブル、誰も見てねえだろ。いや、ロボットダンスするな、もちづけヘンリーのスローインするふりして。ということでね、今日もクイズを用意してるんですか。今日もクイズを用意しております。懐かしいね、これ懐かしいよ、このクイズは。それも天野純選手にまつわるクイズですが、今回のクイズは、天野純選手が小学校の時に遊びで着ていたユニフォームはどこの誰でしょう。これもう天野マリノストークチャンネル、いやもう名前変えろ、これもう天野純トークやん。これですね、過去の放送回でおそらく DJ トム何回か言っているので、あ、なるほどね、しっかり見ている方は答え分かっていると思います。じゃ、選択肢4つですね、今回もお伝えします。1-1、元横浜 F マリノス中村俊輔選手の10番、丸2、レアル、元レアル次男の5番、丸3、万有時代のベッカム7番、丸4、インテル時代のレコバ20番。この4つのどれか。丸5、メーカーのないブラジル。メーカーのないブラジルな。よく来てるよな。栗浜駅前にあったあの昔の本屋さん。柳屋ね。柳屋の2階に売ってたですね。柳屋っていうなんかいろいろ雑貨売ってる。ね、コンパドールからちょっと先行ったところにあるので。もし今もあるのかな？今もあるのかわからないですけれども、そこでパチユニ売ってたので。もし、皆さんも見に行ける機会があったら行ってみてください。で、そうですね。この4つ、選択肢として、またですね、これツイッターでも上げておきますので、まあ、ツイッターもぜひ皆さん、X ですね、アカウント、公式アカウント、かなりバズってますので、でフォロー、引き続きお願いいたします。このね、クイズ、またのツイッターでも4択上げておきますので、ポチッと、してくれるとありがたいです。で、今回はですね、まあ、マリノス中断、ということ、一旦オフということで、まあ、移籍市場もですね、かなり、マリノス以外のチームでは活発となっておりますが、マリノスはどういった移籍のですね、動きがあるのかとか、そういったところも希望と願望、まあ本当に単なる噂、あとはよく移籍市場であるあの人がマリノスフォローしたぞとか、そういったところのですね、共有を今からできればと思うんですけれども、今日ちょっとなんかツイッター、X 見てたら、あるマリサポの方が、松本山雅の山口和真選手、まあアントラーズとかゼルビアとかで、活躍していた山口和真選手が横浜 F マリノスをフォローしたという投稿をしていたんですけれども、TJ トムさん、この山口和真選手って、ご存知でしたか？ああ、普通に知ってましたよ、それは。前目の選手ですよね。前線の選手で、なんか、結構アグレッシブ、なんでしょう、球際も結構戦えて、なんかシュートもパンチあるやつを決めたりしたんですよね。ああ、みたいですね。戦える選手で、パンチのあるシュートを持っている。あれですよね。もしかしたらこれはナムテヒの代役として獲得する可能性があるんですかね。山口和真選手、なんかフォローするのはまだわかるんですけど、山川のフォロー外してるってちょっとあれですよね。あ、本当に？なんかそれをなんか見ましたけど、外してるのかな、なんか。で、なんかしかも試合もベンチ外だったみたいなので、もしかしたらね、この選手マリノスに来るんじゃないかという噂を、このツイッターで見ました。全くこれは本当にソースは本当にこの
SNS のフォローだけですので、これが本当に実現するのかどうかっていうのは、どの噂アカウントもつぶやいてはいなかったので、わかりませんが、もしかしたら来るかもしれないっていうのはちょっと楽しみですね。何の山口和真選手とは何も親密ではなりませんので、このチャンネル。このチャンネルは天野純選手だけです。天野純選手一筋でこのチャンネルはお送りしております。ということで、まあ、いろいろアウトもね、ナムテキ選手、アウトですね、海外移籍へ向けた交渉ということで、吉岡里奈選手が期限付き移籍、で行っているチェジュユナイテッドに移籍するんじゃないかというあのニュースを、見ましたが、ナムテヒはでも本当にちょっと短い間だったんですけれども、まあ、サッカー上手かったっすね。上手かったっすよね。なんかでもウルさんじゃないっぽいっすよ。チェジュっぽいっすよ。なんか。まだじゃあ、その公式がまでどうかわからないっていうか、てかもうこうなると吉岡里奈選手でなんかちょっと放出したらなんかちょっと痛くないですか？結構痛いですよね。普通に吉岡里奈選手ね、左サイドバックでもトップ下でもね、左ウィング右ウィングでも出れたんじゃないかっていうような今状況なので、まあね、吉岡里奈選手期限付き移籍ということが最大の救いだったので、もちろんキュウエルもね解任されて、もキュウエルに吉岡里奈選手されていたので、来季はね帰ってきて、また活躍の場を横浜 F1 マリノスに移して、まあ、チェジュユナイテッドでも、ぼちぼち出てますんで、吉岡里奈選手。あ、もう出てるんですか？はい。アシストとかもしてましたよ。あ、じゃあそれだったら、まあ、いい経験を積めるんじゃないですか？そうですね。まあ、自身としても初の海外ですし、まあ、本当にいい経験を積んで、まあ、プラスアルファ、パワーアップして横浜 F1 マリノスに戻ってきてくれればなと思いますが、まあ、これだけアウトを出している中で、まあ、どういう選手を補強していくのかっていうところは、ちょっと、注目ですよね。その西野さん、テクニカル、浦和の、スポーティングダイレクターかな、テクニカルダイレクターの西野さん、まあ、浦和辞めて、マリノスに来るんじゃないかと噂されていましたが、ある、某アカウントによりますと、西野さんは、まあ、シティフットボールグループには入閣したみたいなんですね。ただ、シティフットボールグループには入閣しているんだけれども、マリノスには入閣していないということで、もしかしたら来シーズンからマリノスの、スポーティングダイレクターを務めるんじゃないかということで、今シーズンに、特にこの夏に限っては、この西野さんの影響っていうのは全く出てこないんじゃないかということで、ちょっと社長がね、そこ兼任してるみたいなので、ちょっと心配ですよね。なんか僕らで言う、バイトは決まったけど、一回も出ないみたいです。どういうことやね。目が光ってるんですよ。でも西野さん、大学時代授業受けてますからね。ああ、言ってましたね。はい。大学行ったら6年間行ったんで。やばいでしょ。医学部ですか？何すか？医学部ですか？いや、普通です。くそやん。最後の方真面目に受けてました。最後かやん。年齢上がって成熟したから、性格大人になったから授業しっかり受けられましたじゃないの？30過ぎた原口元気みたいな。丸くなった原口元気じゃない？監督に切れるのはやめました、もうやめました、じゃない？でもあれなんですか、昨日というか前回否定された今野選手はもうないですか？今野選手はないと思います。今野選手はやっぱり本人が残留を強く希望しているので移籍ないと思いますし、あとは、やっぱりセンターバックのサネト選手出して、まあ、ナムテキ選手もね、アウトとなったのは、やっぱりジャンクルード選手の加入というところも一つ、大きな要因としてあるのかなとは思います。外国枠の関係で5人までしかメンバー入れていきませんので、ね、ここは仕方ないのかなとは思うんですけれども、あとこのセンターバックだったりとか、ウィングだったりとか、そういったところを、まあ、マリノスは補強してくれるのか、ちょっとそのあたり心配ですよね。今出てるあれをなんか見ます。ツイッターのやつ見ますかね。マリノスさん入荷する、塩貝、諏訪間、村上、長戸らが出場予定って書いてあります。ああ、長戸選手も出れそうなんですね。はい、まあ、このオフで、本当にその怪我人のね、長戸選手だったりとか、畑中選手、このあたりの怪我も癒えて、まあ夏にね、さらにパワーアップして戻ってくれると、まあ入荷する戦をね、なんですか、ウォームアップじゃないですけれども、というようなコンディション調整として使っていただいて、札幌戦からフルスロットルで、この怪我人たちが戻ってくれると、また強いマリノスが見れるんじゃないですか。そうですね。マリノス関連のニュースだと、ホームページのマリノスの内定の写真で、諏訪間くんがマリノスのユニフォームになってる。あ、本当に？はい。
スワマくん、うちのくんはね、もうなんかマリノス来る気ないですみたいなコメントをしましたもんね。まあお世話になったんですけれども、マリノスに戻りたいという気持ちは今ないですと。ある記者の取材で、記事を見たところ言ってたので、マリノスにちょっと来る線は薄そうですか。何が出るんですかね、この入荷する線は。入荷する線全員出るだろ。シティ戦だって全員出たじゃん。確かに全員出たわ。10枚買いとかするじゃん。いや、全員っていうのは、マリノスファミリーの全部のカテゴリーの子たちが出る。いや、鈴おじさんとか出ないのよ。全員ってひっくるめても、出ないのよ。ゴッチーノさん、ゴッチーノさん見に行くと絶対勝てるから、じゃあ、プレイヤーで出そうかってならないの。最後、マリノストークチャンネル、マリノストークチャンネル選抜で出てもらいました。絶対ボロ負けだよ。もう、年齢層高いんだから、うちのチャンネル。なんか統計取れてましたもん。時計、はい。40代から多分50代の方が一番見ていただけてるんじゃないかなと思うので、でも厳しいですよね。ちょっと、台所事情。多分一人ぐらい多分肉離れします。確実に。世代交代ないですか？世代交代はないです。僕らのチャンネルはそういう、その世代にドンピシャなので。なんかでも遺跡がなんかちょっとなんかあれですよね。まあでも国内は騒がしいですよね。国内はかなり騒がしいですよね。鳥栖の菊池選手でしたっけ？はい。移籍しましたもんね。グランパスですか？移籍しましたね、グランパスで。鳥栖の横山選手欲しくないですか？あの選手はとんでもないですね。あの選手とんでもないですね。めちゃくちゃいいっすよね。まあ、あとはもう皆さんもうバレてはいると思いますが、マルセロ・ヒアン。マルセロヒアンね。まあ、ただね、うちのブラジリアンも3枚いますので、まあそこでもう一枚面白いっすよね。移籍するする言って、あいつ普通に出るやん、試合。マルセロ・ヒアン。移籍するするっつうの？いや、なんか移籍がなんか騒がれてたんですけど。どこに？いや、海外、あれじゃないですか。UAE かその辺じゃないですか。ああ、そっちに騒がれていても普通に出て、普通に点決めちゃうっていうね。そうそう、なんか噂は出てましたね。まあ、サガン鳥栖もね、これかなり今厳しいじゃないですか。このまま草刈り場になってしまうと、降格争いからも抜け出せずに降格してしまって、さらにそこで草刈り場になって、さらにジェズ沼にはまっていくと。そういう可能性はありますが、まあ、パギとかね、来シーズン J2 をしたらマリノス取ってもいいんじゃないですか。いや、全然いいっすよね。てか、なんかもう、それで言うと、やっぱ最近のイークラ選手のコンディションもいいっすもんね。いくら選手コンディションいいっすね。やっぱりポープ選手に比べても足元の落ち着きだったりとか、やっぱパントキックの精度っていうのは、やっぱりマリノスならではの、精度の高さありますよね。マリノスに行った、同世代の人たちみんなうまいっていう。みんな、内山元気はね、うちら僕の同世代でパントキックも神ってますよ。ああ、もう、やばかったです。もう、マリノスに行った人たちみんなパント上手くなる謎の風習。謎の風習、みんなパント上手い。誰がパント？ 人も上手かったもんね。石川直宏君の弟の。タスクですか？ 本当にパントキック、イクラ選手、うまいですし、セービングももちろんですし、やっぱ安定し、あのー、やっぱ、イクラ選手の頭、あんた、どこの画角で映ってんの？ちょっとかなり緩い回で登録者激減が予想されますが。そんな YouTube 見たことあるかなんか、その隣になんか誰が、ただなんか映るのか、その誰か人。ごめんなさい、今トイレで撮影しているので。すいません。こういう画角になってしまっておりますが。高木どっちのさんが言ってましたよ。なんて。あ、シンさんがなんかいるって言ってたんですよね。ああ、DJ トムがいるっていうことでした。あれで話しても来ないですよって言ってくる。でも、ゴチノさん、体調に無事、なんか、お気をつけてくださいみたいな感じで言っていただけたんですけど、僕めっちゃ元気なんで大丈夫です。でもなんか僕もちょっとリトル DJ トムがちょっとなんかすごい支えてきて入荷するても行きたいなっていう。いけ、抹茶のモンブランと言ってこい。いや、行きたいっすよね。ということでね、まあ、このチャンネル、まだまだ、マリノス戦オフでも、なんとか、もう少しのネタでも、100に膨らまして、なんとか15分、20分、放映してみせますので、皆さんなん引きか、ずあれじゃないですか、ちょっと遺跡情報がちょっと少ないことが予想されるんで、なんかこんなことやってほしいみたいなのがあったら、ちょっとそれを。続。そうですね。なんかこんなことやってほしいとか、改めてなんかマリノストークチャンネルの2人のことをもっと知りたいとか、なんか個人的な話聞きたいとか、
こういうこと聞きたいとか、なんかこういうコンテンツ作ってほしい、こういう話題取り上げてほしいとか、まあ、そういったことがあればぜひですね、コメント欄でどしどしコメントお待ちしておりますので、引き続きチャンネル登録、いいね、お願いいたします。散々プラン、昼間の中断期間はチャンスだぞとか俺は言ったらね、この投稿は本当にもう、本当に屈辱的ですけど、皆さんの力を使って、マリノスファミリーの力を使って。そうですね、マリノスファミリーの力使って話どんどん膨らませていければと思います。ちょっと今回かなりグダグダな内容でしたが、どうか、どうかチャンネル登録外すことだけは勘弁してください。お願いします。X のフォローもお願いいたします。ありがとうございました。カンタのおばあちゃんのお願いの仕方、ありがとうございます。あんたのおばあちゃんだな。オダムド。じゃねえんだよ。ありがとうございました。